しい。モラこんなに小さかったんだ。え、もう始まってる？皆さんこんにちは。フィモーラ期待の大型ルーキー、公式 VTuber の彩りモラです。卒業シーズンなので、みんなにモラの学生時代の写真を紹介しようと思って、昔の写真を見てたらうっかり撮影のことを忘れちゃってました。え、どんな写真なのか見たいって？それでは、より抜きの写真をいくつかお見せしますね。まずこれが卒園式の写真。この号泣の理由？それはもちろん、この日で先生やお友達とさよならだから、悲しくて泣いちゃったの。感受性が豊かな子だったってことかな。だそうです。もうママったら。ではでは、気を取り直して、次の写真は小学校の卒業式。この頃からすでにモラの将来の夢は超人気アイドルになること。小学生のモラちゃん、その夢少しずつ叶いつつあるよ。そして次は中学時代の写真。意外かもしれないけど、中学ではテニスに夢中だったんです。それになかなかの腕前だったの。日焼けした肌も似合ってる？ありがとう。高校の時の思い出ベストショットはこれ。修学旅行での写真なんだけど、この頃からすでにトレードマークのスカートなの。スカートは似合ってるけど、メイクとヘアスタイルがちょっと派手。当然、だって修学旅行だもん。可愛くしたいでしょ？え、それでもちょっとやりすぎ？中学の間、テニスに打ち込みすぎたせいで、おしゃれデビューが遅かったの。ファッションはなんとか頑張ってたんだけど、メイクとヘアスタイルがまだまだだったという。いいの、慰めの言葉は。え？今はその努力がめちゃくちゃ実ってる？可愛さ大爆発中？やだ、嬉しい。みんな、ありがとう。そして最後が大学の卒業式。学生生活が終わる寂しさもあったけど、その先にドキドキワクワクの新しい未来が待ってるって思うと、不思議と涙より笑顔の方が出てきちゃったな。進級や進学、就職で新しい生活を始めるみんなは、希望を胸に新生活を楽しんでね。今回はモラの学生時代の思い出話を紹介したけど、この写真はフィモーラの動画編集ソフトで、あれ？あともう一枚写真が残ってた。いやだ、誰？この写真を準備した人。恥ずかしいからずっと隠してた写真だったのに。え？卒園式で伏線張って卒業式で落ち着けるなんて最高？さすがモラちゃん、才能ある？そっかな。それでは気を取り直して最後にお知らせ。どんな思い出の写真もフィモーラの動画編集ソフトでまとめると、こんなに簡単にアルバム動画が作れちゃいます。このアルバムビデオのチュートリアル動画は後日フィモーラ動画編集で公開する予定なので、そちらの動画もぜひ参考にしてみてね。それでは皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。またねー。